街中の気になることを徹底調査する街ネタ調査隊です。プレゼンターは調査隊長の庄村記者です。はい、お伝えします。熱中症が心配される中、今回注目したのがマイボトルです。お二人はマイボトル持ってます？持ってます、ね。はい、持ってますけれども、はい、ちょっと洗うのが億劫になって使ってないかも。そういう方ごめんなさい、いるかと思いますけれども、はい、最近はマイボトルを持っている方多く見かけます、はい、皆さんのボトルの中身は何なのか、うん、そしてボトルの最新事情について調査してきました。熱中症が心配な夏、こまめな水分補給が呼びかけられていて、最近は街でもマイボトルを持ち歩く人を多く見かけるようになりました。そこで街の皆さんのマイボトルの中身を調査してきます。みんなのボトルの中身何ですか？麦茶です。麦茶です。お水です。水です。まあ水とこれです。麦茶です。中には朝昼と中身を変えながら楽しむ人も。このボトルの中何が入ってるんですか？今日はコーヒーです。朝は、はい、昼ご飯の前にはお茶になるでお茶が終わったらまたちょっとその時に飲みたいもの、まあ、甘い系だったらちょっと清涼飲料水になったりとか。貧血があるのでやっぱもうとことん冷やさないといけなくて口元です。だから氷もこんだけガチャガチャ入れてるんですけど。やはりキンキンに冷えた飲み物を求めてマイボトルは欠かせないようです。 KTS アプリでマイボトル事情についてアンケートをしたところ、9割の人がマイボトルを持っていると回答。ボトルの中身についてはほぼ半数が麦茶で、次に多かったのは水、続いてコーヒー、緑茶でした。なるほど、中身はやっぱり麦茶、うん、そうなんですよ ね、多かった回答だったんですけれども、はい、まあ、熱中症対策としてどんな飲み物が適しているのか、うん、こちら鹿児島県栄養士会の油田会長に聞きましたら、はい、今回ですね、取材をもとに表にまとめたのがこちらになります、はいはい、日常生活と運動、炎天下での活動のシーンごとに分けています、はい、やはり、まあ、普段飲むものは問題ないということなんですね、はい、まあ、あとはお食事で汁物あります。スープや、味噌汁なんかも、はい、まあ、取らないよりは飲んだ方がいいということでした。一方で運動や炎天下の活動、やはり汗をかきますので、スポーツ飲料や蛍光補水液などがよりおすすめだということです。で、このマイボトルを使う理由について KTS アプリで聞きましたら、やはりね、冷たいものというのがもちろん多かった中では、ね、あとは環境や、節約を意識した声があった中に、ね、給水スポットも増えたので便利ですという声があったんです。そこで私、街中の給水器についても調べてきました。センテラス天文館1階にありますこちらの観光案内所、中に入りますとありました、給水器、マイボトルに給水できますと書いてありますね。鹿児島市ではセンテラス天文館と JR 鹿児島中央駅の東口前広場の2カ所にマイボトルに水を汲める無料給水器を設置しています。このうち鹿児島中央駅の給水器は高さおよそ72センチとバリアフリー対応の作りとなっています。給水器の広がりは実はこんなところにも。世界中に1000を超える店舗を構え、幅広い品揃えの無印良品、この無印良品の店内に給水器があるのを皆さんご存知ですか？ちょっとよくわからないですけど、なんか見かけたことがありますよね。あ、あれですよね。結構便利だなと思います。自動販売ってなると結構なんかちょっと結構高くも扱いしている。特に子供がいるとありがたいですね、うん、知ってはいました。なんかすごい喉乾いてて水飲みたいってなった時無印しちゃって、ボトル買って水飲むかみたいな感じになって。4年前から始まった無印良品の水プロジェクト、プラスチックごみを減らすために私たちにできることは何か。そこで
無印良品ではボトルを捨てるのではなく、ボトルに詰め替えることに着目して自分で詰める水を提案。県内にある4つの店舗でフィルターを通した水道水を無料で給水できます。このようにエコで節約もできると需要が高まるマイボトル、その最新事情を探ってきました。鹿児島市の鹿児島ロフトです。水筒やタンブラーの品揃えはおよそ150種類、中でも今年のトレンドは大容量。およそ1リットルの水が入り、大容量ながらボトルはおよそ 120g と超軽量。ガラスのような透明感と人気のくすみカラーが特徴で、蓋にハンドルがついているので持ち運びもしやすいデザインです。マイボトル、悩ましいのはお手入れですが、なんとこれ底の部分が取り外しができる優れもの。衛生面が気になる人にはとっておきのアイテムです。このほか注目ボトルが2つ、栓とパッキンを分解しなくても済むシームレスタイプも増えていて、洗うのにも便利です。もう一つは炭酸飲料を美味しい温度で持ち歩けるボトルです。飲む前に上のボタンをワンプッシュするだけでガス抜きができ、外でのレジャーでも強炭酸やビールも美味しく楽しめるボトルです。需要の高まりに合わせてボトル機能も充実し、マイボトルの生活も広がりを見せています。ビールも今そうですよ、炭酸飲料ですからね、入れていい時代なんですね。水筒飲みたいじゃないですか。やはりフェスに行く時に使うという方も、はい、まあそうですね、いらっしゃるみたいなんですよね。洗いやすいのも助かりますね。そう、やはりね、そういう方にはいいと思います、はい、で最後に押さえておきたいのは子どもと高齢者の水分補給についてです、はい、でやはり子どもは汗をかきやすく、しっかり水分補給をする必要があります、うん、でスポーツドリンクには砂糖や塩分も入っていますので、ええ、そのまま子どもに飲ませるのにはちょっと、ね、抵抗があるという親御さんもいらっしゃると思います、はいはい、で今回ですね、いろいろ調べましたら、まずは乳児でも飲めるスポーツ飲料販売されています、はい、そして鹿児島県栄養士会によりますと、スポーツ飲料5歳くらいまでの幼児にはスポーツ飲料を水で10倍に薄めて、うんうんうん、また高齢者には水で3倍に薄めるのがおすすめだということです。夏バテしないように ね、こまめな水分補給をしてこの夏乗り切りましょう。以上、まちねた調査隊でした。